18歳男です。はいはい、初デートで遊園地に行くんですけど、アトラクションの待ち時間で 長く話す方法があれば教えてほしい。ああ、まあそれは別にアトラクションの待ち時間うんぬんではないけど、シンプルに長く話す方法が知りたいってことね。でも遊園地行くんやったら遊園地の話題なんか振り放題でしょ。それなんか絶叫系好きだとか、俺絶叫怖くて乗れんちゃんねとか、俺絶叫好きやけん乗りたいけどお前苦手みたいな話もいいと思うし、アトラクションの待ち時間っていろんな人がいっぱいおると思っちゃうね。なんかそういう人にとかを喋ったりする。なんか あの人の服めっちゃかっこよくないとか、あれ俺なんか似たような服持ってるわとか、あのブランドの服がどうこうとか、あれカップル買いだとか、いやあれはみたいな、あれはまだセフレッションみたいな、そこまで突っ込んだからできんとかやな、分からんけど、俺結構そのなんかこう遊園地楽しんどう人たちを見ながら、割とこう、うわ面白いなみたいな、うわああいう関係者なのかなとか、そういうことを結構考えて、なんか一緒にお友達と喋ったりするじゃん。遊園地なんかめちゃくちゃ楽じゃない？長く話せる話題いっぱい転がってるでしょ。周りをよく見たら多分無限に話せると思う。